今回は、現在開催中のワンダーランドフォーズコラボスタンプ報酬の新戦記、日の元一のチンバオリを紹介するよ。効果は、レベル最大で、全体兵力プラス50と、約7カウント武力ダメージ 0.8 倍の防御効果。条件は、地雷特殊が1枚以上。防御効果中に、兵力 50% を削るには、60% 分のダメージが必要になるから。正規で回復した分だけでも、実質的に60回復相応の効果になるし、回復量が多い全体的にこそ最大兵力に到達して無条件が出にくいから効率いいよ。条件も時代特殊を1枚埋めればいいから満たしやすくて、コラボカードは佐野万次郎、ミイラプンツェルのようなコスト非武力で着用します。スペック優秀なカードたちもおるし、あらゆる亡霊デッキでの採用が視野に入ります。今日はやめておこう。くらえ！公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。もっと前出なくていいのか。入れ墨人気は無事だ。サヤに襲うんだ。まあ、僕、傭兵にはちょっと自信があるんです。どうした？こっちは遊び足りんぞ。面白い。失敗したな。面白い。最後まで下は抜かねえ。はあ、流派発動。一の方、流派発動。三の方、少しは役に立ったかな俺。負けねえ。もっと前出なくていいのか。てめえら全員俺が粛清する。僕、傭兵にはちょっと自信があるんです。俺は手加減ができない男だぞ。いいか。
遊び足りんぞ。面白い。忘れるかよ。面白い。お楽しみはここまで。失敗したな。満足だ。流派発動。身の肩。俺が行く道は俺が決めるんだ。流派発動。身の肩。俺は手加減ができない男だぞ。いいか。今度は俺らの番だ。楽勝は出来に勝ったけど、最後の守りでこの戦地使用地の硬さは見せられたと思う。今回は2試合あるよ。執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。こんなガキの喧嘩じゃねえだろ。陣中で死ぬこそ武士の本望。おら！一の肩。どうした？こっちは遊び足りんぞ。
が決めるんだ。行きますよ、行きますよ。バカだ。行きますよ。流派発動。身の肩。千代。流派発動。三の肩。剣気解放。炎が暗闇を照らす。政府は基本的に式王から護送王の降下やから式の中の交換なら受け入れていいかな。面白い。引きましょう。負けねえ。もっと前出なくていいのか。撃て。撃て。てめえら全員俺が粛清する。私の全てをかけます。撃て。全機解放。行きますよ。俺が伏兵なわけねえだろ。こっちは遊び足りんぞ。天下一の主あり、メイドの土産に味わいやがれ。撃て。行きますよ。行きますよ。陣中で死ぬこそ武士の本望。撃て。俺が行く道は俺が決めるんだ。最後まで下は抜かねえ。面白い。撃て。だってのはよ、敵の陣地で暴れるもんだ。千代、流派発動。流派には黙ったら押すでええ場面と思ってたから押したけど、残りカウントなかったから押したんくてよかったね。申し訳ない。負けるかよ。ご視聴ありがとうございました。